アデリーナイスマイリはコソボの歌手。ユーゴスラビア、セルビア社会主義共和国コソボ社会主義実習のプリシュティナ出身で民族的にはアルバニア人である。出身地のコソボ、アルバニア、マケドニア共和国及びモンテネグロのアルバニア人の地域で最も高い人気を誇る歌手の一人である。アデリーナイスマイリの妹、ザンフィーナイスマイリもまた、 アルバニア人たちの間で人気の高い歌手である。その音楽性は、いわゆるターボフォークとポップミュージックを融合したものである。その歌詞には、当時は、セルビア領、あるいは国際統治下に置かれていた、コスボの独立を希求するものも含まれ、例えば、ウラガン・ソエン・クレンレット、N、カソブルット・トクーモア、スケンダーブは、アルバニア人の民族主義、軍事主義的な色彩を帯びたものである。 イスマイリの音楽はコスボの主要なメディアでたびたび取り上げられる。彼女の音楽やその戦場的な服装、セルビアの歌手、チェツァとの類似点やメディアへの高い露出度のためコスボのチェツァと呼ばれた。彼女はその戦場的なビデオクリップやテレビでのパフォーマンスによりセックスシンボル的存在としてもよく知られている。2003年10月、アデリーナ・イスマイリは 妹のザンフィーナイスマイリーを及び競合する歌手レオノラ、ヤクピと共に議論のやり玉に挙げられることとなった。プリシティナの性教育研究センターはこれらの歌手たちが性的なステレオタイプを利用して人気を獲得していると表明した。2006年のインタビューでアルバニアの音楽が周辺のバルカン半島諸国の模倣を続けてきたという説は誤りであると述べる。 彼女はアルバニア内外で共通するメロディがアルバニア起源である証拠を挙げた。1997年にはミスコスボに選ばれている。イブラヒムル・ゴバの支持者であり、2004年にはコスボの大統領選挙の候補者、イブラヒムル・ゴバの応援に加わった。2007年には交際していた警察官トリウム・フーリザがマフィアの銃撃にあって死亡した。ありがとうございます。